こんんにちは吉田さん、まあ、会話をしていてねものすごくね、まあ、何と言っていいのか表現が難しいんですけどもいわゆるね嘘を見抜けない人がその信じちゃってるんですよね、まあ、これについてはもう考え方それぞれだからっていうふうに言って早く離脱するしかないんですけどもなんか気の毒というかねなんかこうむごいですよね。うん、でそのもう嘘なのに見抜けずにそれを本当だと思ってずっと突っ走って気が付いたら3040過ぎていると。 いうことなんですよ、ね、まあそうなると今度は自己否定がかなり難しくなってくるんで、まあ、自分はこれでいいんだとかね、うん、なんかこうあの時あれでよかったんだみたいな自己肯定感が強くなっちゃって私もそうならないように気をつけてはいるんですけどもうんただやっぱりねあのこう見抜けないっていうのはすごく致命的ですよね一つ一つ。で見抜けないのとあとはマックはこうなんて言いますかね まあこれは何を言ってもねどうしようもないんですけども <laughs> いやもうとにかくね、あのー、気の毒ですよねその象徴的なのが私たちのこのやり取りを見ていてあこいつら稼いでないなっていうふうに思っちゃう人は非常に気の毒ということだと思います <laughs> あの全然信じようが信じまいがどっちでもいいと言えばいいんですけどもあのー、やっぱりね悪いものは悪いし 四角いものは四角いわけなんですけどもさっきまで丸かったものが四角になることもあるしその瞬間をやっぱりこう捉えていくことかなともうすでに形は変わってるのにずっと四角いままとかね、うん、例えば「お前昔こんなこと言ってたじゃないかよ」と言うんだけどもいや考えが変わればそうなるでしょうと、うん、お互いにいろんなものに気づいていろんなものに変化していくわけですからね以前は麻雀店の久保哲郎だったんですけども今は麻雀の魔の字もないわけですよ マージャンから最も距離を置いてると言ってもいいと思います。でも逆にですね、10年前にマージャンやってたやつが未だにやってたら、まあそれは相当暇なのか、好きなのか、何なんだろうなと思いますけども、まあ自由にしてくださいってことですよね。やっぱ私はやっぱりこう、お金と時間の問題を真っ先に蹴りをつけて、その後で本来本当に自分がやりたいこと、時間とお金の貴重さに気づいて、えー、歩んでいけると思うんですよ。いや、本当にね、大事だと思うんですよ。 はっきり言ってスマホゲームとか麻雀とか誰かよくわかんない人と LINE のねやり取りとかしてる暇なくって、うん、まずは自分のことを立てていくべきだと思うんですよね。うん、それで、まあ、いわゆるねその「真」っていうやつですかね私がこうイメージしてるのは「中心」と書いて「真」「正し」と書くわけなんですけども、まあ、こういったあ自らの中心に心を据えてね でえー、揺れないと言いますか右にも行かず左にも行かず、うん、でもたまに極端にならなければあピンチは突破できないしチャンスは見つけられないんで極端になる瞬間もあるとでまた極端からあバランスへというふうに移行していくね、えー、まさにこの動きができるのは自分の芯が決まってるからかなと思うんですよ、まあ、吉田さんも思われると思いますけどもいろんなことを考えたり疲れたり楽しかったりいろいろしますけども結局は カメラの前で喋るってことをして、まあある意味それでリセットできてるのかもしれないですし、えー、まああのー、自分を振り返ったりとかね、それから他者からの反応を、まあ感じたりとかっていうのはあるんではないかなと思うんですよ。とにかく私たちは誰よりも多くの発信によって、誰よりも自分の内側を知り、誰よりも人の声を聞き入れて、じゃあどんなものが求められて、どんなものがいくらで売れるのかなっていう、まさにこのね、あのー、価値を見抜くってところにたどり着いたんじゃないかなと思うんですよ。 この価値を見抜くっていうね自分でも商売できるだろうか自分でも10万円のものが売れるだろうか自分でも100万円のものが売れるだろうか自分の視聴者さんは有料のものを売って離れていくんだろうか離れていかないんだろうか高いものを売って嫌いになるんじゃないんだろうか安いものはあ安っぽいねって言って手に取ってくれないんだろうか、ね、今このタイミングでいいんだろうか全部これが見抜けるようになってくるということそしてビジネスがもうまくいくとお金と時間の問題が操れるようになりますから 他のこともだんだんだバランスが良くなってくるっってていいううことではないかなと思うんでななか思んすよ、うん、だってねバランス良くないと安全運転 BMW もできないですしね何か心配事とか不安とかあったらとてもじゃないけども、うん、乗ってらんないですしねじゃあ月末の支払いが厳しいですとかね売り上げが不安定で打つ手がありませんとか言ったらねさすがにじゃあローン組もうか っていう風に自分もならないし審判会社もならないですからねだからやっぱりそういうところでいろいろと自分の心を捉えることによって人のことではないんですよ自分のことをまず確立できるようになるんじゃないかなと思いますそれが全てじゃないかなと思いますけどねいかがでしょうかね、うん、じゃあいってらっしゃい